どうもマサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーです。そして JFK 金沢店長の高台です。そして JFK 金沢スタッフの早期です。さあということで今回は、JFK でこの3人でお送りします。よろしくお願いします。で今回の企画はですね、はい、古着屋スタッフの最近の購入品紹介ということでやっていきます。よろしくお願いします。相変わらず買ってますかお二人とも。何か言いなさいよ。めっちゃ買ってます。まあ我々実はね2時間ほど飲みながら、はい、撮影前、まあ、飲んでるのはこの人だけです。2時間飲みながら熱い話をしてしまって、はい、もうテンション爆上がりです。いい流れで撮影にいつもより喋れる、はい、ということで今回はスタッフの早期の、はい、最近の購入品紹介していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、まあ冬物中心ですか今回は。そうですね、冬物がメインですけど、ちょっと今日どうしても欲しい T シャツがあって。 T シャツ真冬に、はい。それ買っちゃった感じ。買っちゃいましたね。今日ですね、トゥデイ撮影の日いつも買ってない。いや買ってるね、買ってる。今日これ買ったんですけど紹介していいですか。毎回言われるんですよ。ネタ1個増やそうとしてる。ネタめっちゃあるくせにわざわざ増やそうとして。ということでじゃあ早速紹介していただきましょうか。はい、じゃあよろしく。まずじゃあ1点目は何ですか。1点目これインナーに着てるシャツなんですけど、はいはいはい、40年代のペンドルトンのシャツですね。めっちゃいいね。この柄とこの色味最高だね。最高です。この配色に一目惚れしたって感じです。なるほどね。もともと結構40のシャツなんでこのラウンドが結構きつかったんですけど、それがちょっと自分的には着づらくて、けどこの配色どうしても欲しくて、なんでこのラウンドのとこに合わせて竹詰めしてもらって。あ、なるほど。直したんだ。そうですね、直してもらってるんですけど、これはもう配色で一目惚れで買いましたね。竹詰めしたいほど柄とサイズと色味が気に入ったって感じだよね。ああいいですね。まあこういう古いやつってラウンドきついやつ多いじゃん。だから切るのも全然ありだよね。ありです。そのラウンドに合わせて切っちゃうっていうのも一つ手ではあるねっていう。なんかもったいないじゃないですか、そのラウンドだけで。この配色めっちゃ好きだけど買わないっていうのが結構もったいないな。はいはいはい、確かに詰めたり切ったりすれば全然かっこよく使えるじゃないですかっていうのがあって、配色でどうしても欲しかったんで詰めて着てるって感じです。なるほどね。まず1点目はこのね40年代のペンドルトンシャツ。最高、これ最高。さあ続きましていきましょう。はいはい、何ですか次は。めっちゃ買ってますからね。いいね。はい、50年代か60年代くらいのレイヨンのシャツですね。レイヨンシャツめっちゃ好きだよね。めっちゃ好きっすね。めちゃくちゃ好き。見つけてサイズ良かったらとりあえず買ってるよね。そうですね。その買えるお金があれば。いやだってなくても知り合いに立て替えてもらったりして。僕の手っすよね。無理やり買ってるもんね。どうしても欲しいものは古着やからね、しょうがない。まあしょうがないよね。これも色味かっこいいよね。色味やばいっすね。すげえ生地いいな。まあこれもじゃあ一目惚れって感じ。これも完全に一目惚れっすね。そのお店に違うもの目当てで行ったんですよ。まあ金沢のストリートにあるお店。そうですね、はいはいはい。でそれ着てすごい良かったんですけど、この配色って本当にないじゃないですか。最初単色かなと思ったんですけど、このやんわりねチェックになってて、このやんわりチェックが結構好きで。いやめっちゃいいね。がっつりチェックももちろんかっこいいですけど、ちょっとなんていうんですかね、シャレっぽくとか重ね着するってなるとあんまり強いよりか。そうか、主張がありすぎる柄だとこんな感じで、じゃあカーディガン羽織りますだったらうるさすぎるから。うん、そうなんですよ。なるほどね。って時にこのやんわりチェックがすごい好きで、はい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 。サイズもすごい、春1枚で着るってなるとあんまりジャストよりちょっと肩落として着れるぐらいの方が結構サイズバランス的には好きなので。まあ早期は特にね、体型もちょっと細め。そうなんですよ、細身で結構なで型なんで、ジャストで着ると結構ここボディライン出て結構目立っちゃうので。そっか、ちょっと華奢に見えすぎるという。そうなんですよ。ジャストのもの着る時もあるんですけど、割とシャツとか1枚で着たいなってものに関してはちょっと緩めのサイズを買う。なるほどね。これはもう本当最高だよね。これ僕買った日に一緒に出勤してたんですけど、これやべえって、俺も先に見てたら買ってたかもしれないぐらいね。このパープルっぽい配色とこのやんわりチェックみたいな、なかなかないなと思って。めっちゃ羨ましい。これめちゃめちゃいいね。でこれが2つ目ですね。これが2つ目ですね。50から60年代ぐらいのレイヨンのシャツです。はい、ありがとうございます。いい買い物してる本当に。服屋してるね。続いていきましょう。ちょっとアウターこれリーのストームライダーの後染めなんですけど。へえ、あ、本当だ。へえ、なるほどね。これすごいね。まあストームライダー、まあ本当定番のやつはライナーがブランケットか。そうですね。ブランケットが定番ですが、これはボアタイプ。ボアですね。ね。うん。年代の新しめかな。70ぐらいか。70と80。ちょっとタグがもう後染めなんで。まあ染まっちゃってね。真っ黒になっちゃってる。細かくわかんないですけど、70から80ぐらいかな。そうだね。まあ高年式になればね、このポケットの付き方がちょっと変わってくるので、まあ80かなってぐらいかな。まあ黒のデニムが欲しかった感じ。そう。まあ冬に着れるデニムジャケットってあんまないもんね。そうなんですよ。でプラスちょっと今。ブルーのデニムだと自分ちょっとカジュアルすぎて見えちゃうのがあんまり好きじゃなくて、なるほどね。だから最近ちょっとデニムはあんまり履いてないんですけど、これが多分ブルーのストームライダーだったら買ってなかったんですよ。なるほどね。でボアでちょっとまた子供っぽいもんね。そうなんですよ。これが襟普通のコーデュロイだったらまた全然別だけど、このボアの白ね、このボアの感じが黒だから OK そうですねみたいな。ああ、なるほどね。そうかもしれないね。サイズも良さそうだね。サイズも結構丈短めなんですけど、身幅ゆったりあるんで、サイズバランス的には結構好きな。まあこのじゃあ若干肩を落とす感じで着てる感じか。そうですね。そんなにジャストすぎる感じではない。ちょっとゆとりあるぐらいのサイズ感で。おお、なるほどね。これもいいね。まあ定番のアイテムだよね。そうですね。これはどうやってどこで買ったの？JFK で。抜いたの。お前らすぐ抜くからまあいいけどね、それぐらいしか楽しみない。いや、いいと思います。いいと思います。めちゃくちゃ葛藤しちゃうんですよ。欲しいものもう2個ぐらいあって、めちゃくちゃ悩んだんですけど、これ何さ、トム・ブラウンの「ダメ」みたいなこれっていいよね。いい買い物、いい買い物。まずそのブラックの後染めがね、また効いてるよね。そう、真黒よりこの後染めのブラックの方が早期っぽいというか、確かにちょっとこのフェードブラックの方が墨黒に近いもんね。そうそうそう、古着に合うっていう。はいはいはい、確かにね。これが何個目ですか？3つ目ですか？3つ目ですね。3つ目がストームライダー。ストームライダーの後染め。いや、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。はい。続きましていきましょう。続きまして、一番スペシャル。めっちゃ買ってますからね、今日もね。こちら出ました。はい。大物、大ボス。大ボスです。これなんですか？40年代の N1 のデッキジャケットですね。張り切ったね。だいぶ張り切りましたね。張り切りましたね。張り切っちゃいましたね。これでも結構前から探してたよね、そういう。そうなんですよね。ずっと欲しいって言ってたアイテムだもんね。うん。なかなかこれも裏のアルパカ生きてないと。ただ重いだけじゃない。確かにな。でも相当、まあ、年代的に前のものなんで、その状態いいのとサイズ合うのが本当になくて、まあマイサイズを探し出すのかなり難しいアイテムだよね。もうですね、そもそも球数そんなにないので、置いてあるとこも少ないですし、その中からマイサイで状態いいのを探すってなると。めちゃくちゃ探したんですけどな。まあたまたま僕のそうですね、知り合いの方で超仲いい友達がまあ海外で買い付けたりとかしてるやつがいて、まあそいつから譲ってもらったっていう感じをしていただきましたね。いや、これはいい買い物だよね。割と安かったよね。割と安かった。安かったね。でサイズがちなみに38だね。38ですね。で結構早期でインナーにサーマル入れてビタビタ。インナーにサーマル入れてジャストぐらいですね。あ、ジャストぐらいか。、まあ、薄いレイドのシャツぐらいだったらギリ入れるかなっていうぐらいですからね。そんなにがっつり着込んだりはできる。こいつ自体がめちゃくちゃあったかいんで、そうだよね、そんなに着込まなくていいんですけど、まあ本当301で真冬いけるぐらいの防寒着ですからね。これはついにね、これが最近一番高いからね、アウター系で。そうですね、一番高いですね。過去最高っすね。過去最高。そうなんだ。いやでもこれまあまあもうずっと探してたからね。ずっと探してました。毎回あれば買おうと思ってたからね、もともと。まあ買うべきだと思います。それは最高です。最高ですよね。家帰って部屋にあるこれが確かにね、自分のものっていうのが気持ちよすぎて、部屋の一番目立つところにかけてる。まあ実用性もあって所有欲もね、ちゃんと満たされるからね。こういうのもね、こういうスペシャルは確かにめっちゃいいと思う。いい買い物でした。はい、これが4つ目ですか、もうすでに。3つ目4つ目か、4つ目ね。はい、40年代のN1のデッキジャケットですね。はい、最高ですね。まだあります。ラストですね。その今日買ったの T シャツ。はい、これ何の T シャツですか？90年代のFJAMっていうヒップホップのレーベルがあって、もう90年代のヒップホップで割と有名だった人は結構ここに所属してる人が多くて、と自分の日本で好きなアーティストのイオっていう人がいて、その人がこのレーベルに今所属してるんですけど、その人をすごいリスペクトしてて、めちゃくちゃかっこいいなって自分は思ってるんですけど、まさかこの T シャツがあるなと思って。定番だとレフジャムって書いて、ここにレコーディングって入ってるものが多いんですけど、これはそのレフジャムっていうレーベルがやってたコメディ番組の T シャツなんです。あ、じゃあなお珍しい、さらに珍しい。でこれも今日買いました。撮影日に見つけて、相当いい値段したでしょこれは。T シャツだと何万ダントツでめっちゃ買ってるなマジで。 T シャツでこの値段っていうと割と引かれるかもしれない。まあ引かれるまではいかない。まあ今でも古着の T シャツ高いですから、何買っても。けどなかなか T シャツにしては値段するっすけど、逆に自分あんま T シャツ着ないんですよ。あ、そうだよ。まあシャツが多い。真夏でもシャツが多いですね。シャツが多いです。でなんでなおさら T シャツ着るってなるとサイズバランスとか本当に好きなものじゃないと買わないんですよ。確かにね。リスペクトしてる人が所属してるレーベルプラスサイズバランスがすごい良くて、でもなで型なんでこの T シャツもジャストで着ちゃうとすっごい目立っちゃうんですよ。そっかそっか。これもじゃあボディラインをあまり出さないサイズ。そうですね。肩落として着れるぐらいのサイズバランスとかの裏の手を使ってました。なるほど。裏の手。あれですか。立て替えってやつ。ちゃんとお金払いますよ。払いますから。そりゃそうだろ。それはもちろん払うんですけど。そうでしょ。どうしても手に入れたくて。はいはいはい。友達知り合いにお願いして、なんとかして手に入れたと。いやいやいや。いうものになってます。じゃこれが五つ目ですね。はい。5つ目のレフジャムっていうレベルの T シャツですね。はい。ありがとうございます。ちょっと最後にこのね。あ、そうっすね。買いすぎて、一番大事、まあこれはね、僕と早期が早期の休憩中にフラッと行ってちょっと買っちゃったものちょっと紹介してもらっていいですか。はい、出ました。こちら何ですか、腕時計は。ミルトンのボルトンですね。現行の、ボルトンアメリカンクラシックで、まあクォーツのタイプですね。はい、これを、最近購入しました。おめでとうございます。これも本当にまあ話せば長くなりますが、はい、まあずっとこれも欲しいって言ってた腕時計で。でまあ僕は時計大好きなんで、街にある腕時計屋さんはもう全部行ったことあるんですけど、まあ実物見たことあるって聞いたら、まあ、ないし載せたこともないって言ってたんで、まあ僕あるのは知ってたんで、じゃあ休憩中にまあじゃあとりあえず載せに行くかと。でネットで画像でしか見たことないって言うから。まあじゃあ実際乗せてから考えた方がいいよっていうことで、で腕に乗せて、でそうきた。まあ今日書類書けばそのまま持って帰れるっていう悪魔のささやき。そしてそのまま書きましたどうしてもつけると持って帰りたくなっちゃう。でもすごいよね、初見で初めてつけてその日に買うっていう。買いに行く場所じゃないもんね。俺が乗せてから考えた方がいいよって言っただけだもんね。いやけどこれは松さんが悪いと思う。それだいぶ悪魔のささやきだ。書けば持って帰れる。今買えと言わんばかり。もう逃げ道はまあどっちみちタイミングで買うつもりなんですけど。そうだね。周年、それが JFK の周年の日だね。そうですね。はい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 。JFK の周年の休憩中に時計から。頭痛いね。まあまあらしいな。らしい。らしいな。らしい。でも後悔はないよね。ないですね。1ミリもないでしょ。うん、買ってよかったですよね。初めての時計で。はいはいはい。すごいいいもの買ったな。うん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 。確かにね。逆に良かったよね。終電の日で。だからこうよりこう踏ん切りがついて、そう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 、後押しがあったからね。それがそうですね。びっくりした。もう持ってんの。おお。だなみたいな。いやでもすばなんかすげえ男気を見たよ俺は。目の前だって、目の前だもんね俺の。書きます。買います。もう最高だった。本能的に言っちゃったっすもんね。うん。もう持って帰ります。もともと全くそんなつもりなかった。だよね。だって本当に乗せに行くだけだったもんね。まあいろんなそのまあハミルトンのモデルは結構あるから、そのボルトンだけじゃなくて他のモデルもかっこいいから、それを一応見に行こうっていうだけで乗せたら、いや。持って帰ります。最高でしたね。つけたらそうなると思います。はい、ということで今回は6つですか紹介してもらったの。はい。でちょっとねこの服の感じはちょっと着用の動画も撮らせていただきます。よろしくお願いします。はい、これが1つ目、こちら。40年代のペンドルトンです。はい。まあこの柄がね、柄と。このパターンと色味、これ最高ですね。で、裾を、詰めてもらって、結構短めに、結構これは短めですね、してあるって感じですね。多分62ぐらいだと思うんですけど。ああはい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 、結構短めで、後ろもいいですか。いやかっこいいな、マジで色味絶妙だね。うん、超絶妙、かっこいい。はい、 OK です。こちらが40年代のペンドルトンのシャツですね。はい、ありがとうございます。2つ目ですね。2つ目ですね。はい。50から60年代のレイヨンシャツですね。はい。いや、レイヨンシャツめちゃめちゃ似合うね、やっぱ。うん。で、ちょっと画面で、まあ多分伝わると思うんですけど、この、紫ベースで、若干のチェックが入ってるっていう。まあ、ブルーで、チェックが入ってるって感じですかね。めっちゃかっこいいな、このシャツ。ちょっと後ろも、いいですか。いやー、このトロトロ感たまんないよね。いや、めっちゃかっこいいわ。はい、ありがとうございます。で、これが2つ目ですね。2つ目です、ね、はい。50から60年代のレイヨンのシャツ。はい、ありがとうございます。こちら3つ目ですね。3つ目です、ね、はい。3つ目がFJAMっていうレベルの T シャツです。はい。まあ、このプリントが珍しいプリントってことだよね。そうですね、ちょっと珍しいと思います。FJAMコメディっていうプリントが珍しい、うん、これバックプリントはバックプリント。あ、バックもいいねー。いや、めちゃめちゃいいな。はあ。で、サイズ感もかなりいいね。サイズバランス超いい。うん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 。まあ、結構身幅たっぷりありつつ、まあ、ボックスっていう感じで。そうですね、丈は長すぎない。うん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 。このバランスめっちゃかっこいいな。はい、これが3つ目ですね。3つ目ですね。はい、3つ目。FJAMっていうレベルの T シャツです。はい、あるぞ。こちらが4つ目 ?4 つ目ですね。はい、4つ目。70年代から80年代ぐらいのストームライダーの後染めですね。はい。こちらもね、サイズバランスかなりいいですね。はい。身幅はたっぷりありつつ、丈はちょっと短め。丈はちょっと短め。ああ、これいいな。ちょっと後ろもいいですか。うん、後ろからのシルエットもかっこいいね。うん。ちょっと肩張る感じがまたたまんないって感じだね、これは。ああ、いいですね、いいですね。はい。で、ちょっとこの後染めで、墨黒っぽい感じがまた、早期っぽさを。出してますね。真っ黒よりかこっちの方が。まあ古着との親和性もあるからね。はい、これが4つ目ですね。4つ目ですね。はい。ストームライダーの後染め。はい、ありがとうございます。5つ目ですね、こちらは、はい、40年代の N1 のデッキジャケット。いや、サイズバランス完璧だね、これは。めっちゃかっこいいね。で、中もモコモコ、いや、ふっかふかだね。いいね。見たことないぐらい、ちゃんと残ってる。はい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 。これ最高だね。で、ステンシルもがっつり。ステンシルもがっつり残ってます。うん、残っててって感じだね。うん。まあ、若干ダメージはありつつだけど、全然状態。はい、いい感じですね。いや、これめっちゃかっこいいな。いや、ここがボロボロになってるのも結構いいんですけど。あ、確かに確かに確かに。これめちゃくちゃ綺麗で。はい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 。いや、めっちゃいいな。ダメージなくてピンピンよりちょっとダメージあるぐらい。はい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 。確かにね。リアルな味感が。うん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 。いや、めっちゃいいな。で、これが5つ目の40年代の N1 のデッキじゃない。はい。で、最後は大物。はい。こちらですね。はい。ハミルトン、ボルトン。かっこいい。渋いね。やっぱクラシックな気分だから、今は。はい、やっぱね、時計もクラシックということで。そうですね。うん、これはめちゃめちゃ似合ってるね。うん。いや、完璧、完璧っすよ。はい。で、これでラストですね。ラストっすね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで今回は、JFK スタッフの早期の、最近の購入品紹介でした。ありがとうございます。いや、相変わらず買ってますね。買ってます。しかも一つ一つが大物という小粒がないよね。どんだけ金使ってんですか。あなた金ありますか。ないです。ずっとないです。もう2人とも給料日前に瀕死だもんね。今が一番瀕死です。あと数日なんですけど。確かになんとか食いつないでる、食いつないでギリギリ生き残ってる。まあ、服買うために無駄な飲み会を断ってますからね。そうですね。外出もしないですね。休日は家っすね。せっかくいっぱい服あるのに休日は家。店に着る用のに全ベッド。いや、服屋してますね。さすがですね。今回は早期ということで、次回はね、ボスの購入品紹介もしていきたいと思いますので、次はね、ボスよろしくお願いします。で、今回こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。